こんにちは、ミニマリストミニャンとトイプードルのジャスミンです。本日はですね、お手するの？ジャスミンがお手してくれました。本日はですね、円安だから今投資始めない方がいいんじゃないですか？今は円安だから一回売っちゃった方がいいよとか言われることがですね、結構多いので、本日は円安の今投資を始めていいの？続けてていいの？ってことを解説したいと思います。円安で不安だなと思われてた方、投資がうまくいかなくて不安だなと思われてた方はですね、この動画見るとスッキリすると思いますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介しますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。また、いつもコメントくださる皆様本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日は円安で投資していいかって話ですので、皆さんの見解もぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、最近私は月に1回交流会をやっています。そちらはですね、視聴者の皆さんが集まってお菓子を食べながら楽しくお話をするっていう会になっております。皆さんね、一人で来られますし、年齢は20代から60代まで幅広くいらっしゃいます。なのでですね、お気軽に来ていただければと思います。こちらはですね、YouTube のコミュニティ欄で募集を開始しています。いつも月末に開催で、月初に募集を開始しておりますので、YouTube のチャンネル登録をして、横に出てくるベルマークをオンにしておくと、私がコミュニティ欄に交流会の案内を出した時に通知が行きますので、ぜひそちらからお申し込みください。だいたいですね、数日から1週間で前になってしまいますので、お早めにお申し込みください。それでは早速本題行ってみましょう。というわけで、本日は円安、投資はやめた方がいいの？ってお話をしたいと思います。まあ、円安だし、下落してるし、もうダブルパンチっていう感じですよね。まあ、それで結構不安な方も多いと思いますので、そこについて解説していきます。まず、どれぐらい円安になってるかっていうところを見ていきたいと思うんですが、現在ですね、5月末の数字なんですが、ドル円相場としては、1ドルが 127.913 円という風になっております。120円台ということで、結構円安ですよね。昔、円高だった時は、80円ぐらいでしたもんね。あとはまあ平均110円とかそれぐらいですから、まあ円安になってるなっていうところです。で、円安になっていると別に投資してないとですね、あまり関係はないなと思うんですが、投資してる人にとっては円安で今買うとですね、要はドルの商品を買うから割高になっちゃうなっていうふうに思われるんですよね。これまでですね、投資を続けてきた人も、円安なんか危ない、売った方がいいのっていうふうに思われちゃう方もおっしゃると思います。特にですね、 S&P500 で見ていくと、年初来で今 18.66% 6% 下がっているんですね。これだけ下がっていると下落が怖いし、それに円安でみんな今買わない方がいいって言ってるから、一旦売っちゃった方がいいのかなって思われる方もいると思うんですよね。でもですね、すでに買った資産っていうのはもうドル建ての資産に変わっている状態、 S&P500 とか VTR だったらアメリカの資産なのでドルの資産に変わってる状態なんですよね。つまり S&P500 が下がっても、その分ですね、ドルの価値が上がってるんですよ、円安なので。なので、その分資産は意外と減ってないということがあります。例えば株が 18% 下落していてもですね、円安が 13% ぐらいですね、進んでいますので、価値的にはマイナス 5% 程度で済んでいるということなんですよ。これを考えると、もっと S&P500 の資産持ってればよかったっていうふうに思うはずです。なので、円安の時は自分の資産はむしろ評価として上がっているっていうことで、それはプラスに捉えていいかなと思います。一方ですね、現金しか、日本円しか持ってなかった人は、世界的に見ると資産がですね、 13% 減ってる状態なんですよね。これは円でしかお金を使わないと実感しないかもしれないんですけど、よくよく考えたら、こう円安の影響で輸入食品がすごく高くなっていたりして、あとは定食とかが値上がりしてたり、ステルスインフレでですね、唐揚げ定食の唐揚げの数が減ってるとか、まあそういういろいろ影響ありますので、円の価値は確実に減っている、自分の資産も確実に減っているっていうことになります。何もしてないのになんで私の資産減らすんだよ、勘弁してくれよっていうふうに思うんですけど、それが円安なんですね。ですので、円安のことを考えれば、もっと米国株式買ってればよかったっていうふうになるんですよね。なので、すでに投資を始めていて、いくらか米国の株式を持っている方は、円安の影響で自分の資産は価値としてはその分上がって、持っているキャッシュの分は減ったんだなっていうことになります。ここのポイントとしてはですね、米国株式を持っておくということで、ドル資産ですので、円安時のリスク対策にもなるよっていうことですね。円だけ持ってる方がよっぽど危険なんだと、まあ気づかないんですけどね、本人は。続いてですね、円安だから今から投資するのは、これから買いするのはやめた方がいいのかっていうことですね。こちらはですね、為替の変動を読むっていうのは株価の変動を読むのよりも圧倒的に難しいので、そんなこと言ったってどうしようもないんですね。タイムマシンでですね、円高の時に購入できるようになるんだったら別ですけど、結局できないから、この先いつ円高になるのかわからないんだったら、それは答えられないっていうふうになります。今やめていつ始めればいいですかって言われても絶対誰もわかんないですからね。これがわかるよっていう人が FX をたまにね、やって大損こいてるんですけど、 FX の
市場ってね、すごく負けやすいんですよね。 FX っていうのはその通貨のトレードの差額で儲けていくっていうものなんですけど、これでですね FX で儲かってる人はなんとですねたったの 1% しかいないっていうふうに言われています。 FX の市場に1年間参加してプラスの収支を実現できてる人は市場参加者の3から4割程度だそうです。で、5割を超えることは決してないと、まあ半分以上の人は負けますよと。これでも期待値マイナスなんだからやめとけと思うんですけど、5年連続で利益の方が多いという人はですね全体の 1% しかいないということなんですね。まあ、ほとんどの人はですね5年間 FX の取引やってればマイナスで終わりますよということになります。なので為替は絶対に読めないので、そのいつ始めればいいかっていう迷ってること自体がまあいけてないということですね。そしてですねもう一つの理由としては、複利効果が20年目以降に爆発するので早く始めた方が勝ちだからということですね。インデックス投資っていうのはさっきの FX と違ってですね市場経済の成長に期待してお金を出していくものになっています。複利効果が働きますので長年やってればねその分みんな増えるんですよ。でこちらのグラフ見ていただきたいんですけど、複利効果ってすごく大きくてですね100万円を 5% で運用した場合の単利と複利の差なんですけども、単利の場合ですね100万円始めたら翌年は5万円、次の年も5万円、次の年も次の年もずっと5万円ずつしかもらえないっていうのが単利ですけど、この場合は30年やってて250万円に最終的になりますね。 5×30+100 で250万円ですね。でそして複利の場合ですね、この増えた金額に対しても翌年利益がつくっていう雪だるま式に増えていく方式なので、30年目には元100万円だったのがなんと432万円になります。この差約182万円となっておりますね。このグラフ見ていただくと分かるんですけど、10年目ぐらいから差が出始めて20年目に一気にですね角度がギュンと上がって爆発するんですよ、複利が。で30年目にはもうえらいことになるというふうになります。なのでここから言えることはですね、為替っていうのは読めないし、そこの幅っていうのは結局円安の時もあれば円高の時もあるんで、言ったらですよその落ち着くところに落ち着くわけですけども、この複利っていうのは早く始めたらそれだけ効果が爆発するっていうものなので、さっさと始めるのが吉ということです。為替の差がどんなにあったとしても1ドル432円にまでなることはないので、まあ複利の方が大きいのはごもっともですよね。ここのポイントとしては、為替よりも複利の効果の方が大きいので悩んでる間に始めましょうということです。続いてですね、円安以外にも今は結構暴落してるから今投資をするのはやめた方がいいですよって方が結構いらっしゃるんですけど、今ね暴落っていうほどでもないんですね。これまあ単純に下落なんですけど、コロナショックみたいなのは暴落っていうんですけど、 30% 以上落ちてる時とかですねいうふうに言います。まだ 18.何% とかですから、まあただの下落っていう感じになっています。結論ですね、始めるんだったらこういう下落相場の時に始めた方がラッキーなんですね。だいたいですね何十年も先のですね資金を作るために投資始めるので、最初の方下落してた方がですね安くたくさん買えるんですよ。なのでむしろですね最初下落相場の方が増えるんですよ。こちらのグラフを見ていただきたいんですけども、これはですね開始直後に下落していた時と、開始直後からずっと上がってた時、そして開始直後は上がってて最後すごい下がった時、株価がですねどれが一番増えるかっていうものですね。なんか分かんないで考えてたら右肩上がりの方が精神的にいいし増えるんじゃないっていうふうに思うんですけど、これ実際増えるのは最初下落した時なんですよ。具体的な数字で見ていくと、毎年100万円ずつ20年間計2000万円ですね積み立てていった場合に、一番増えるのが投資初期に下落、その後上昇した場合ですね、これは2000万円が3387万円になります。そして第2位がですね緩やかな上昇が続く場合ですね、これが2430万円になります。で第3位が投資初期に上昇してその後下落した場合ですね、これが1666万円という形になります。なので始めた最初の数年間はですね下落してた方が最終的に増えるんですよ。この投資のお金っていうのは今日明日使うものじゃなくて、基本的には20年間取り出せないと思ってください。20年後のお金っていうふうに考えたら、最初の数年は落ちてた方が20年後に大きく増えます。このポイントとしては、最初の数年間下がっている方が最終的にはプラスだから今始めちゃおうということですね。続いてですね、すでに投資してる人は今一旦利確した方がいいのか、これも悩まれる方多いですよね。こちらも解説します。こちらは JP モルガンが出してる記事なんですけど、歴史から学ぶ継続投資の有効性というものですね。これはコロナ禍で結構株価が下がった時にですね出された記事なんですけど、投資はですね続けるのが大事ですよっていうものになっています。こちらのギザギザのチャートに対して縦線が入ってるグラフを見てほしいんですけど、この縦線が何かっていうとですね、株価の大幅上昇日なんですね。でこの株価の大幅上昇日に居合わせることで、株式投資っていうのは最終的なリターンが一番増えるんですよね。この縦線の日にですね市場に株を置いてない場合はですね全然増えないよっていうものになっています。この縦線がですねどういう時にあるのかっていうと、大きくですね下落暴落した直後に急にギューンと上がるんですよ。なので急にギューンと上がるから、今ずっと下がっていくなとかこれから上がるなとか絶対読めないっていうものなんですね。じゃあ実際ですね全期間株をちゃんと積み立て投資していった場合とですね、このギューンって伸びた上位の5日間を取り逃してしまった場合、
体利確してですね、積み立てをやめてしまった場合ですね、あとはそれが10日間20日間ってこう比べたものがこちらなんですけど、ちゃんとですねずっと下がっていたとしても投資を続けていた場合はですね、一番このように増えてるんですよね。ちょっとでもですね投資をやめてしまって利確して一旦市場から避難しますとかっていう風にすると、こんなにですね最終リターンが減ってしまうんですよ。ですので途中で売ったりとか積み立てをやめるっていうのは絶対にしないでください。もう投資を始めるんだったら20年間必ず毎月積み立てる、途中で売ったりとか途中で積み立てをやめることは絶対にしないっていう風に考えてください。まあもちろんですね、自分の都合、その仕事がリストラされちゃったとか、なんかそういうので積み立てできなくなるって場合はしょうがないですけど、基本的にはそういうことがない限りはドルコスト平均法といって一定額を毎月積み立てていってください。ここのポイントとしては、途中で売却したり途中で積み立てを中止するってのが一番損してしまいますので、必ず続けて投資しましょうっていうことです。はい、というわけでまとめですね。現状の相場としてはですね、 S&P500 とかすごく下がってはいるんですけど、すでに持っていた人はですね円安のリスク回避にすでになっていたよっていうことですね。2点目としては、円安だから今から投資をするのをやめた方がいいのかっていうのは、こう為替の変動をですね読むっていうことになりますので、それはなんかわからないということですね。そんなことよりもですね、複利効果の方が大きいのでさっさと始めてしまった方がいいっていうことです。続いてはですね、今は下落しているから今から投資始めるのはイマイチなんじゃないか、増え始めてからの方がいいんじゃないかっていうことなんですけど、最初の数年下がってた方が最終的なリターンが多いので、むしろ今チャンスですよってことです。で、最後に、すでに投資している人は一旦利確したりとか積み立てをやめた方がいいんですかということですけども、これはそうするとすごく損してしまいますので、一番続けた方が一番増えますよってことです。このようにですね、まあ長期投資をしようっていう風に話していてもですね、ちょくちょくこういう風にね下がってくると結構いろんなことを言ってくる人がいるんですよね。例えば短期トレーダーの人っていうのは、売った買ったっていうのが相手がありきのことで、ゼロサムゲームなんですよね。必ず負ける人がいるっていう風になりますので、負けてくれた方が嬉しいので、まあ、みんな売っちゃいなよとかね、そういうことを言ってこっちを負けさせようとしてくるので、まあこれ注意ですよね。あと銀行とかに行くと、こっちのインデックスファンドは今下がってますよね、こっちの方が将来的に上がりますよとか、わけわかんないことを言ってですね、銀行に手数料がたくさん入るアクティブファンドとかを勧めてくるんですよね。こういう時はアクティブファンドの方が増えますよとか、下落相場でも増やすのがアクティブファンドですよとか、わけわかんないことを言ってですね、めちゃめちゃ手数料が高い商品を買わせて損させてきます。あと不動産屋はですね、やっぱり昔ながらの投資の方がいいですよ、株なんてギャンブルですよみたいに言って、高額な不動産投資ですね、ワンルーム投資詐欺みたいなものですね、進めてきます。もうこれワンルーム投資詐欺ってついてるぐらいでね、もうほとんど詐欺ですので、こういったものは気をつけましょう。そして保険利率はですね、やっぱり株式投資とか不動産とか怖いから、保険の方が全然怖くないし安心ですよみたいに言って、またこれもですね、銀行と一緒で、ね、保険会社にものすごく高額の手数料が入るですね、保険商品、ドル建ての積み立て保険とか個人年金保険とか変額保険とか、そういったものを進めてきますが、これ中身ぼったくりの投資信託なので、まあそういったものは絶対買わないようにしましょう。で、さらに湧いてくるのがファミリーレストランとかに行くといますけど、アムウェイなどのネットワークビジネスですよね。こっちだったら仲間もできるし儲かるよ、株とか全然そういう市場経済に巻き込まれないで、自分がどれだけ頑張れるかでものすごいお金入ってくるよとか、そういう風に誘ってきますので注意しましょう。ほんとこういう風にですね、株価が下がっている時は、今言ったような他の人たちが湧いてきて自分のところにですね、お金を入れさせようという風にしてきます。その株売却してこっちやろうよっていう風に言ってきますので、注意していただければと思います。最後にお知らせです。私は普段、老後2000万円問題の解決や、ファイヤー経済的自立早期リタイアのために、積み立てNISAやイデコを活用したインデックス投資をおすすめしています。インデックス投資をこれから始めるなら、SBI 証券が今一番お得になっています。SBI 証券にはなんとメリットが7個もあります。1個目は、信託報酬最安値の SBI V シリーズを購入することができます。2つ目は、クレジットカードの積み立てで毎月 0.5 から 1% ポイントをもらうことができます。3つ目は、投信マイレージにより投信託を持ってるだけで毎月ポイントがもらえます。4つ目は、住信 SBI ネット銀行を利用することで預金を自動スイープできることができ、簡単に買い付けができます。5つ目は、簡単積み立てアプリを利用することでスマホから簡単に積み立て設定ができます。3つ目は、ポイントで投資ができてしまう点です。7個目は、他の証券会社からの一貫手数料が無料となっています。このようにメリットがたくさんありますので、これからインデックス投資を始めようという方は SBI 証券をおすすめします。概要欄に URL が記載されていますので、ぜひそちらから始めてみてください。また普段私は楽天証券を利用しております。楽天証券のメリットは3つあります。1つ目は、画面が分かりやすくて初心者向けという点です。2つ目は、スーパーポイントアッププログラムというもので、楽天市場でのお買い物が 0.5% 常にアップするという点です。3つ目は、楽天
経済圏を使われている方にはやはり楽天証券がおすすめという点です。楽天証券も概要欄に口座開設 URL を載せておきますので、ぜひそちらから開設してみてください。インデックス投資を行うならこのように SBI 証券と楽天証券が一番おすすめなんですが、他にもいろいろな証券会社でメリットがあります。最近紹介したものですと LINE 証券もおすすめです。 LINE 証券のメリットは3つありまして、1つ目は口座開設してクイズに答えるだけでただで株が3つも最大もらえてしまうという点です。2つ目は毎月やっている 7% オフのセールで株を 7% も安く買えるので、そこでもう利益が確定してしまうという点です。3つ目は LINE 証券ですと国内株を1株から購入できますので、気軽に株式投資を始められるという点です。 LINE 証券も概要欄に口座開設 URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてタダで株をゲットしてしまいましょう。また以前挙げた月5万円稼ぐ方法という動画がすごく人気です。こちらはポイ活サイトのモッピーを紹介したものになっています。モッピーを頑張れば月5万円のポイントや、頑張れば年間100万円ぐらいのポイントを稼ぐこともできますので、ぜひ副業の一つとしてチャレンジしてみてください。視聴者様から何万円も稼げたよっていうお声もたくさんいただけました。またもう一つ今一番稼げるポイントサイトとしてハピタスも紹介させていただきました。ハピタスはお買い物が多い方には一番使いやすいポイ活サイトとなっておりますので、ぜひモッピーとハピタス併用して使うのがいいかなと思います。こちらも概要欄に紹介コード付きの URL を載せておきますので、ぜひそちらから始めてください。こちらから始めるとモッピーで追加で2000ポイント、ハピタスで追加で1000ポイントを条件達成で獲得することができます。この URL から始めないとこの紹介ポイントがもらえませんのでご注意ください。アプリやネット検索から始めてしまうと対象外となってしまいますのでご注意ください。必ず概要欄の紹介コード付き URL から始めてください。この URL から始めれば特に紹介コードを入力する必要とかありませんのでご安心ください。また普段私がお家で使っているものをどこで売ってるんですかってもうよく聞かれます。そちらはですね、概要欄の私が購入したものというところからですね、私の楽天ルームに飛んでいただくと、私普段楽天でお買い物してますので、どんなものを買ってるかっていうのを全部見ることができます。なので私のルームツアーなので気になったものはぜひそちらからチェックしていただければと思います。また私が最近ハマっているのがオーディブルというオーディオブックのサービスです。こちらは最初の30日無料、その後も月1500円でベストセラーが聞き放題という神サービスになっています。もう私このサービスがすごく気に入ったので、今年1年はね徹底的に推していこうと思っています。もう本当ね、普段は読書がすごく苦手で月1冊も読めなくてすごくコンプレックスだったんですよ。でもこのオーディブルが聞き放題になってから本当にね月7冊ぐらい本を聞くことができるようになって、すごくですねインプットがたくさんできるようになったので満足しています。日本人はねなかなか読書しないっていうので問題にもなっていますので、読書が苦手だよっていう方はこのオーディブル月1500円で聞き放題になっていますので、ぜひこちらも概要欄に URL を載せておきますので、最初の30日無料ですからね始めていただければと思います。一部聞き放題対象外の本もあるんですけど、かなりのベストセラーが聞き放題になっているので、まあ、このサービスね神すぎるんですけど、いつまで続くかわからないので早めにねどんどんね使ってもらうのがいいかと思います。また私はブログや Twitter の方でも発信しております。ブログでは YouTube で上げた内容をさらに詳しく深掘りしておりますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしていただければと思います。本日は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると横にベルマークの表示が出ますので、そちらをオンにしていただくとですね、私がコミュニティ欄でアンケートや交流会の案内を行った際に通知が行きますので、ぜひそちらのベルマークもオンにしていただければと思います。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。